第4レース気分を変えて生まれ57いきます。はい、またまたいつものパターンでございます。今回は生まれ行こう。先頭、坂城ウィーク、市場新のリード、障害の目安で差を詰めたキングナポレオン、再び並びかけて、縮策にかかります。3番でグループも一気に差を詰めてきました。ピョンピョン、先頭でヒエス、ちょっと詰まる、ブルーオリアンド、しかし、キングナポレオン、ボーイ。こりゃ腹立つわ、マジで。1着で、継続。続きまして、新潟第4レース。今回は、縮小で3番にかけます。さあ、来ました、いつもの。セブンレジェンド元気がいいいいっすよ。セブンレジェンド前の3番手大阪ジェットのアレジャモンを追いかけてくる。先頭はルパンのシャインビッグ、シャインビッグ、ゴーリー終わっちゃったよ。3着10分レアルティンバイドでした。継続。続いて札幌第5レース。まあね、今回は枠連でいきたいなと。6-7と無理やと思うけどな。マクレンの67なんで6789ですね。あの旗振りのおっさんいくらもらってんだろうな。札幌これでかわした。リードに2番手は89896789フラットレイリードありまし、フラットレイデビュー勝ちの通り。来たよ、来たよこれ。77なんだ。札幌競馬当たってないって。11番継続。フロッブブッシュは、はい、いつものパターンでございます。今回7頭なので200円でかけております。来たんちゃう、来たんちゃう、これ来た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 。チャウリング再びエクスタラス1番のスルカントン戦闘でゴリドージャ、ジョージ、この野郎。この野郎、俺は帰るぞ。ようやく帰れます。はいはい、通算ドン 4.6 番。さあ今日はこれで帰れます。ここか、敵中継入り口。はい、今回白恋ジョージ君のね、あの検証で900円かけました。戻りが920円、20円プラスというところで今回の検証終わりたいと思います。それじゃあまた。羽ばたく夜空、怒りの向こうまで傷だらけのビーこの見果てまで。